こんにちは。今日はね、香川県のご当地グルメで讃岐うどんですね。というか、まあ、いつも食べてる冷凍の讃岐うどんなんですけど、これがやっぱ美味しいなと思ったんで、いつも作ってるやつを作ってみました。それじゃあいただきます。これはもう全部ちょっと混ぜてね。これなんつうの、ぶっかけっていうんですかね。こんな感じですよね。うん、最高。冷凍うどんといえどね、ちゃんとコシもあってね、うまいですよね。めんつゆの味が、卵で溶くと、これがまたちょうどいいんですよね。うん。やっぱうどんもいいっすよね、ほんと。うどんはとりあえずこの食べ方が一番好きですね、今のところね。一玉なんてもう食べ終わっちゃいました。もう一玉だともうおやつ代わりですよね、これ。美味しかった、ごちそうさまです。